え？あ、これ一定時間で戻るんだ。ああ、そういうことですか。結構、これ複雑だな、このダンジョン。急げ。OK。で、ここら辺は安全に帰れるルートだね、今は。よし。で、もうちょい探索しますか。あれ、あれ、あ、そうだ、こっち行くと水中になるから、あ！わあ、センバーがいる。うお。そうだ、なんやかんや、センバーってまだコアオブジェクト入ってない。え、強い。今誰だっけ？誰見てる？あ、レビエルか。よし。いいね、いいね。ここら辺も倒してもよかったかもしれない。まあいいや。で、どう行こうこの後。とりあえず、陸地一旦全部探索しますか。うわ、なんかいた。こっちなんだっけ？まだ見てないか。あ、ここにもあった。これは、あれか、またパズルか。パズル多いね。こっちかってな、やらしいな、敵の配置が。うお。水の盾ごと。インストか。切り替えが LR か。水の盾ごとを使用すると凍結波が発生し、レビエルの周囲にあるものを凍らせることができます。氷の特性は動きを止めること、使いどころを見極めましょう。あ、そういうことか。はいはいはい。ってことは、なるほど。ちょっと待って、その前にどこだっけ？もう一個か。で、こうで、こういうことですね。なるほど。えあれ？え？あ、これそういうことだったんだ。はあ。はあ、はいはいはい。そういうことか。これは斬新だな。とりあえず回復したいな。てか、ラクリマがないから。ちょっとどこだっけ？うわ、いやらしい。いやらしい組み合わせだな、これ。いや、倒しますか。うわ！ちょっと待って、広角鳥ばっかり来てる。今、広角鳥で、オッケー。おう、危なかった。あれ？どこだっけ？あれ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 ？戻れなくなった。マジで。戻れなくなった。倒してもよかったけどね、本当は。そっか。難しいね、これ。戻れなくなるから、それを踏まえていかなきゃいけないのか。ちょっと待って。こいつ倒すかな？どうしよう。倒しちゃうか。よー。こうで、レビュース、いや、強い。なんかミスってね、結構。こうで、こうちの何かで体力悪魔すぎる。うん、やっぱり、魔法使った方が命中率上がりますね。一旦回復しよう。こんなに食らうと、ああね、こんなに食らうとは思わなかったわ。じゃあ、何使う？あ、ワンミス。いや、私だったら、そっか、MPがないのか。あ、やれた。オッケー。リストアイデベロップ。どこでエンカウントするか分かったもんじゃないな、本当に。して、次、ドイツがいいかな。なんか、ドイツも良さそうな気がしてきた。でも、低レベルのやつもな、ほんと使えない。使えないっていうか、使う場面に似合った感じじゃないつうかなんつうか。使ってもすぐやれるから、なんか、大して変えても意味ない気がするんですよね。違う。こっちか。こう出せて、ちなみに魚ってエンカウントするの？えぐいな。ちょっとこれえぐいな。これは？ああ、そういうことか。踏むってえぐくねえか、これ。で、ここにつくのか。はい。なるほど。いやー、ちょっと待って。あ、そっか。それで戻る。いや、倒すか。こいつらか。じゃあ、何使う？3ミスこれでも、ひどいな。いったクイちゃんが使う。ダメージ与えたやつだけ残った。与えてないやつだけ残った。もう一回。あ、オッケー。ん？ここ通路になってるね。いやー、で、えげつないところになっちまって、使い物が一体しかいなかった。あー、違う。あー、いや、交代いるよ。うえって。白玉いるからな。どっちが早いか。うわ、範囲全部微妙だな。白玉倒すか。オッケー。あ、そう、オプス特にないのか。なんかしら特に汚させた方が良かったかもしれない。こうで、うわ、おお！うわ、ちょっと待って。レイエルも危ないな、これは。うわ、やべ！召喚しなかった。あぶな。